こんにちは井上です。今日は効率よくブログを書く方法として、ワードプレスで CSS というものを使って見出しを設定する。まあ、その方法についてお伝えいたします、まあ。ちょっと画面を切り替えてみよう。こういったブログがあったとして、ここ、これが見出し、これがタイトルですね。タイトルで、これが見出しの2というものになります。でこの下にも,も もしあれば見出しの3ということにはなるんですけども、まあ、ひとまずはこの,見出,の見出しの2を変えていこうかなと思っておりますでこの見出しの2が、まあ、ど,うど,うどういうのうに変えるかというとじゃあこれを編集して変えるっていうのは基本的にできないんですでなぜできないかというと、まあ、で,できないことはないんですけども毎回そこを色を変えなきゃいけないとでそうしてしまうと非効率なんで、まあ、これを まあ一気に変えるという仕組みがあります。まあ、それが CSS と言われるものなんですけども、まあ、それのせ、その設定を変えると、まあ、この見出しの色を変えることができます。これを管理画面の方で変えていこうかと思うんですけども、その前にどんな、どんな風にその今設定されているかというのを見てみます。で、この外観のテーマファイルエディターってとこがあるんですが、で、こうすると、この スタイルシートっていうのがあるんですよね。これは style.css っていうのがあるんですけども、まあ、これをちょっとこのテーマ、デザインは特殊なんですけど、それを今お見せすると、ここでこの見出しの2がどんなデザインにするかっていうのが決められています。で、ここで見ていくと、この、まずここですね。この、該当の自分のページの を右ククリックしてこれ Google Chrome だとこの右クリックして検証と他のブラウザでも似たようなものがありますので,でこう検証してみるとこの財産が3600万以下なら円以下ならっていうのはこの H の2というもので決められてるんですねで H っ, H っていうのがこれがフィリング見出しという意味なので見出しの2というのはこういうどういったデザインにするというのを決めているのがこの CSS スタイルシート ですこのスタイルシートという中から H2 を探してみるとこんな風に書かれていますで。ちょっと拡大するとこのアーティクル H2 って書いてるんですけどフォントサイズが24でこのパディングというのは余白ですね中の余白なんですけどでバックグラウンドカラーこれが背景が F5F6F7 という色になってると。 でこれをそのまま検索していただくとこんな感じで色見本っていうのが出てきますので、まあ、これはネットの中で色をコードで表したものですでこういった色ちょっと薄いグレーになってるかなと思うんですよねバックグラウンド背景がでそういう指定がされてるとでこの,このバックグラウンドラディオスっていうのはこれはまあ丸みをつけるという意味ではありますで何も指定してなかったら 文字が黒で指定されてますんで、黒で表示されるというものです。これを書き換えればいいんですけども、毎回ここを書き換えてるとちょっと手間もかかりますんで、ちょっと別のところで追加で書き換えることができます。この H2O ですね。どこで書き換えるかというと、この外観の追加 CSS というところがあるんですけど、これはどのテーマ、デザインでもあります。共通してあるんですが、 あ失礼しましたこの外観のカスタマイズでこの画面にしてこの追加 CSS っていうのを入れるとこうやって出てきますでちょっとこれ今私のはサンプルのものは別のものが入ってるんで一旦消してで記事の方を見ていただくとここが H の1これが H の2ですね H の2の見出しを変えていくとここにもう 追加のものを入れていけば、追加の CSS というのを入れていけば、これが、このリアルタイムで変わっていくということです。で、まあ、ネット上で検索すれば、それをコピー、これをそのままコピーすればいいというものが結構出てくるんですけども、この中身を理解するという意味でも、一度今回の動画を見ながら入力してみていただくといいかなと思います。で、どんな感じで入力するかというと、まずこの H の2について、 変えていくので、まぁ、あ、H2 っていうのを入れます。で、その後にこの中括弧ですね。で、中括弧、中括弧か。中括弧を入れると、こんな感じで終わりの括弧も出てきます。で、これ通常この Enter キーを押して、この2行目から4行目、この間に、そのコードと言われるものを書いていくと。で、そうすると反映されます。で、こ,この最後の括弧がなくなると、ないとエラーがで、エラーなり、 正しく表示されなかったりもしますので、まあ、消さないようにしていただければと。で、これ半角で全て入れます。全角で入れると読み取れませんので。じゃあ、まず何を変えていくかということで、この H の2の何を変えていくかということで、もう文字の色を変えてみようかと思います。で、文字の色は通常このカラーと。で、ある程度こんな感じで CO って入れるとこのカラーでって予測で出てくれます。で、これをタブキーを押すとカラーということになると。 で、この後にコロンを入れて、で、色のコードを入れていくんですけども、この HTML 色って検索するとこういったサイトが出てきます。で、例えば青だったら、この青だったらシャープ、シャープの 4169E1 というのを設定すればいいと。で、試しにこれを設定してみようかと思います。で、これをコピーして、ここに持ってきてこう入れると。 そうすると、この色になったと思うんですよね。で、お好きな色にここを変えることができると。黒だったら黒にもなりますんで。で、まずそのままこの色でやっていこうかと思います。で、今度はまた次の行に、まあ、行を変えなくてもいいんですけども、ちょっとここ、行を変えなくてもいいんですけど、見やすくするためにちょっと変えていきます。あ、あ失礼しました。ここでですね、セミコロンを入れて、行の終わりっていうのを入れます。で、Enter キーを押すと。 で今度は背景を変えていこうと思いますので、まあ、バックグラウンド、バックグラウンドのコロンと。で、ここもまた色を入れていくと。で、どんな色がいいかということで、またこの辺で見ていくと、今この色を青にしたんで、ちょっと後々変えてみるんで、私がよく使うのはンジですね。ンジの色なんですけど、エジ字にを入れてみようかと。エンジのコードは、シャープの B の9409。 7ですね。で、これでカンマを入れると。で、こんな感じになると。ただですね、これで変わらないケースっていうのがあるんです。で、変わらないケースっていうときには、ここにビックリマークとインポータントっていうのを入れると変わります。このインポータントって重要だよっていうことで入れると、それを上書きできるんですよね、強制的に。まあ、あんまりこれおすすめされ、まあ、してないケースもあるんですけども、まあ、中身をいじるよりはいいかと思うんで、これでやってみていただくと。で、この青に、 エンジに青だとちょっと見,見づらいので、これをちょっと白に変えてみると。1、2、3、4、5、6と。6個入れると白になるんで、こんな感じで白抜き文字も作ることができます。で、またこの色を好きなように変えるんであれば、まあ、例えばこのクリムゾンっていう色にしたり、真っ赤だとちょっと見づらいんで、ちょっとこの濃い青とかにしてみましょうか。191970でこれを、 カラー、あ、こっちですね。バックグラウンドの方に入れていくと。で、そうするとこんな色になると。まあ、こんな感じで変えていきます。基本的には色、文字の色をカラーで変えて、で、文字のサイズなんかも、このフォントっていうので、フォントサイズで変えれるので、フォントサイズ。で、これ何をやったらどう変わるかっていうのは、まあ、今日一通りお見せしますので、あとはネットに、ネットで ググってていいいただううのになるかと思うんですよね 30p、3 0ピクセルだとちょっと大きくなるんですけど、これもインポートですね。まあ、インポート毎回入れとけばいいって話になるんですけど、そうするとちょっと大きくなったと思うんです。でこれが300になると、300だとちょっと大きすぎて見えないですね。90とかだとこんな感じになるし、まあ、ちょっと見出しの方が大きめの方がいいと思うんですよね。で この、もちろん、この本文のフォントも変えることはできます。まあ、それも変え、変えることもできますし、まあ、ここだけで調整すると、まあ、これだと30ポイントぐらいでもいいかなって気はするんですけども、こんな感じにはなります。まあ、まあ、これが基本的な考え方ですね。で、私はちょっと好みとして、ここのマージン、ここの余白ですね。マージンを変えたいっていうのがあるんで、マージンの、例えばトップにして、 これを50ピクセルとかにするとちょっと離れるんですけどこれもインポータントかで今ちょっと変わったと思うんですよね100ぐらいにするとこれぐらいで 200, 200だとちょっとだいぶ変わるかなと思うんですけどちょっとメリハリをつけたいなっていう時に100ピクセルとかにしたりしてますでここの下も変えることがもちろんできますんで まあそうやって、マージントップ、マージン、マージンダウン、まあダウンじゃない。えー、マージントップの、ちょっとドアセル、マージンボトムです。マージン、そこなんで、マージンボトムにしたりっていうのができます。で、ここのパディングっていうのは、この文字とこの枠との距離なんで、パディングっていうのがあるんですけど、パディングの、例えば、トップの、まあこれだと、ちょっと、 ちっちゃくしてみますか。で、インポータントにすると、こんな感じでギリギリになるんですよね。で、これをもうちょっと開けたいなと思ったら、こんな感じにすると。まあ、今回のテーマは別に何も開けなくてもいいかなっていうのがあるんで、で、トップ、レフト、ボトム、ライトっていうので変えることができます。で、パディングの、できれば、ちょっとこの財産とはっていうのが、ちょっとこっち右に寄りすぎてるなと思ったら、マージン、レフト、 で、ちょっとマイナスの20ポイントとかにするあ、できないですパディングレストの、あ、こんな感じですね。5ポイントとかにすると、こっち側にちょっと寄るんで、まあその、その辺も微調整はできます。まあ、この辺はまあ、細かい話であるんで、ひとまず色を変えれればいいかなと思うんですよね。で、このパターンの他に、例えば、お線にしたいというときには、 このバックグラウンドは逆にシンプルな線にしたいというときには白にすると。で、こっちの文字は191970。70だとか。70でこんな感じに青にすると。まあちょっと青だとあんまり94047。まあこんな感じでエンジンにすると。で、ここの カラーとバックグラウンド。バックグラウンドが今、これが変わってないですね。これがバックグラウンドを元の色になってるんで黒、黒に赤だとちょっとあれなんですけど、普通に。 ししました、あれですね。あの、シャープを忘れてました。シャープを忘れてたんで、こうなるんですけど、まあ、そんな感じで、1個間違えると、今、素で間違えたんですけど、こんな風に正しく表示されないです。で、これだと、ちょっと味気ないんで、線をつけてみると。で、線をつけるんであれば、棒、ボーダーの、例えばトップ。 まあいっぺんにつけることもできるんですけどちょっと今は説明の関係でこれをこの1つつけて1個ずつつけていこうかなと思うんですけどでインポータントはいらないこのソリッドがソリッドソリッドで直線って意味なんですけどボーダートップなんかここでエラーが出てるんで何か綴りを間違えてボーダー間違えてますねボーダー こんな感じでソリッドにするとこの細い線ができてでこのこれを2とか3とか5にするとこういう線の太さを変えることができますで同じようにこれをボーダーのボト,ボトムにするとちょっと間違えましたボボトムにするとこのボトムそこにもできると だからこんな感じで上下2つの線でシンプルにするっていうのができたりもします。まあこれも私は一部使ってはいるものです。まあこんな感じになると。で、そうすると見出しがちょっと見えてくる。で、ここは見出しの1ではあるんで、見出しの1なりエントリータイトルではあるんで、これは1でいけると思うんですけど、単純にこれをコピーして、 1>, 1にするとこんな感じになるとただ1で変えてしまうとちょっと他のところにも影響が出てくる場合もあるんですけど、まあ、ひとまずは変えてみます、ね、でここは f f f にしてで白にしてここを 0B94047 ジンにするとでちょっとこの マージンとちょっと詰まりすぎてるんで、こういう時きに、まあ、マージン、マージンがいらないですね。ここはマージンがいらないんで、パディング、パディングのトップの、まあ、10ピクセルとかにすると30ぐらいでもいいかもしれないですね。30だとちょっと多いですね。 10ピクセルにして、で、これを、ボトムにすると。まあ、そうすると、ちょっとこう、バランスが良くなると。これがちょっと大きすぎますよね。文字が大きすぎるんで、パディングは、まあ、これだったら一括して指定した方が良かったかもしれませんけど、まあ、 あ基本はこう、この一個ずつ指定することなんで、これでやってみようかと。まあこんな感じですね。これでちょっとバランスをとっていくと。そうすると全体として、ちょっとこれで見ると、ここのバランスがもうちょっとちっちゃくてもいいかなと思うんで、24ポイントぐらいにしとくと。そうすると、こんな感じで見出しが整うというような感じになります。で、あとは公開って押すと、それで あのブログの方に反映されると。でただこれちょっと気を,気をつけるべきところといってたまにテーマとしてはなかなかうまくいかない場合もあるんですよね。このテーマを変えるともうその記事の度合いっていうのが変わってきますんで、まあ、例えばこれだったら追加 CSS にするとまたここに貼り付けなきゃいけないんですよね同じものを。 でこっちの場合は、ここに最初に線があるんですよ。線があるんで、これを H の2で同じようにやっていくときに、バック、バックグラウンドのカラーを、これを B9404、B94047、まあこれは私がよく使ってるんで、覚えてるんですけど、これ、これでカラーで、 シャープ123123とって、セミコロンと。で、こうすると、こうしたときにここが残っちゃうんですよね。で、なぜかっていうと、最初からはここには線があったんで、この線をこういうときには、ボーダーで、ボーダーのレフト、レフトで消さな、消しなきゃいけないんですよね。で0ピクセルにしたら、 消せると思うんですけど、インポータント。こんな感じで消せます。これ0ピクセルにすると、このボーダーレフトが0になるっていうのが、あをなくすっていうのが上書きされるんで、ここがなくなると、まあ、そういったちょっと特殊な設定っていうのもあります。まあ、こんな感じで CSS というので書き換えてみていただくといいかなと。本当なんかも変えたりもできたりはするんですけど、本当の種類ですね。 まあこういうのでやっていただくと全ての記事についてこれを変えることができるとまあじゃあ今の気分としては赤がいいなと思ったけどまあやっぱり青がいいなと思ったら今まで100記事書いてたらそれにすそれについて全てを変えることができるんで、まあ、効率的に変えることがデザインを変えることができると、まあ、そういう仕組みがこのワードプレスなりにはまあネット、まあ、ネットの仕組みといいますか、まあ、そういった CSS という仕組みを使っているということではあります。まあ、実はこれですね、Word とか PowerPoint とか Ex Excel でも同じようなことができるんです。だから毎回その見出しを変更したりとか、色を変えたりっていうのは、まあ、実はもっといい方法があると、効率的な方法があるというのを、まあ、というわけではあります。まあ、それも機械を見て、まあ、YouTube でアップしていこうと思いますので、まあ、今回はブログの方で 好きなように色を変えてみていただければなと思います。じゃあ今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。